戦争が正しいと思っている国もある。まあ、ロシアもその、ウクライナのクリミア半島を占拠して、未だにそれで国としてやってきているので、要は各国が自分たちが何を望むかっていうその通りにしているだけなんですよね。だからチベットも取っちゃえっていうのを中国がやって取ってるわけだし、だからその正義という概念で言ったらチベット取ってる中国も悪いし、そのウクライナのクリミア半島取ってるロシアも悪いし、外国人ガンガン殺してるアメリカも良くないよねってなるけど、でも別にそれをさ、誰も止められないんだよね。要するにその国の人たちはそれが良いと思って選んでる以上は。で、外国人がそれを止めることができないので、だからもしやるとしたら、アメリカ人が悪いことをするのを止めるために、日本人はアメリカ人を全員殺しに行くぜみたいなのは日本はできるのよ。その軍事力を使ってやるとすればね。まあ、そしたらそれはそれでアメリカから見たら単なる大量虐殺者なわけで、っていう風にそのぶつかり合ってすげえ人は死ぬと思うのよ。アメリカはさ、割とさ、シリアの人もガンガン殺してるしさ、アフガンの人もガンガン殺してるしさ、でもあれもアメリカの国家っていうのが民主主義で投票して決めた大統領が、じゃあそのアフガン爆撃してアフガンの人殺しましょうとか、シリア爆撃してシリアの人殺しましょうとか決めてるわけじゃん。善悪で言ったら少なくとも善ではないよね。外国の人を殺そうって決めるの。でもそれはそのアメリカの人たちがそれが別にアメリカとしてやりたいと思ってやってるからやってるわけじゃん。さらりと言ってるけど何人犠牲になってると思ってんの？だから何人犠牲になってるかじゃないのよ。だから犠牲が多いからそれは良くないよねっていう気持ちはわかるんだけど、でもじゃあそれが正しいか間違ってるかでその国がやるやらないではなく、その国が必要だ、その国だったりその国の代表者が必要だと思ってしまったものというのはその国の代表はできちゃう。で、それが支持されている以上、民主主義である限り、その行いは継続し続けるのよ。だから国は正しいかどうかで判断して動くわけではないっていう、これすごくわかりやすい話だと思うんだけど、要はさ、正しい方向に国は動いた方がいいよねっていう気持ちはわかる。でも、それをじゃあ制限するための組織ってあるのって話じゃない。沈黙の艦隊って漫画知ってます？川口海二さんっていう漫画が書いてたやつで、基本的に国っていうのは、各国の利益を最大化することしか考えてないんですよ。だから各国の利益が最大化するためには他の国に犠牲者が出るとか他の国が困るとか知ったこっちゃないんですよ。そうするとじゃあその正義っていうのを追求してその実行するのはどういうものなのかっていうと、一応その国際連合とか国際連盟とか作ってはみたんですけど、あれってそのアメリカだったりドイツだったり拒否権を持ってる大国が悪いことした時って止められないんですよ、国際連盟って。まあ今でもそうなんだけど、ロシアも中国もそのアメリカも悪いことしてるんだけど、別に誰も止められてないわけじゃないですか。で、じゃあそうするためにはどうすればいいかっていうと、どこの国にも所属していない国際連盟の軍事力というのが出てくると地球上の正義というのは保たれるのではないかっていうのが、一応沈黙の艦隊っていう漫画のテーマです。まあ今は割とアメリカが一方的に有利になってますよね。確かにドイツは拒否権ないです、はい、っていう感じで、その要は社会とか国家っていうのは正義を追求するという機能を持ってないんですよ。正義が追求できた方がいいよね、悪はなくなった方がいいよねっていうのは感情論でいくとおっしゃる通りと思うんだけど、じゃあそれを実現するためのシステムがあるかっていうとないんですよ。割とその日本の場合ってさ、周りにどう思われるかみたいなところで、正しいみたいなところの概念がどっかで通じるみたいに思ってる人多いと思うんだけど、結構そうでもないのですよ。正しいかどうかで、社会は動いてないんですよ。なので、割とその、やったもん勝ちだったりするんですよ、社会は。社会というか国家だったり、国際関係というのは。で、今ちょうど G7 っていうのがやってるわけですけど、アメリカとカナダとフランスとイギリスとドイツと日本とイタリアのこう首相が集まって世界をどうすんべって話をしてる会議をやってるんですけど、でそこですでにめっちゃ揉めてるんですよね。まあアメリカがその要は鉄鋼の輸入に関して税金をかけるって突然言い出して、文句言うんだったら今度は自動車にかけるぞみたいなこと言い出して、でまあふざけんなっていうのを割とその EU だったり中国だったりっていうのが言っていて、で日本はしょうがないよねって言ってアメリカの言いなりになってるみたいな、そんな状態だったりします。はい、北朝鮮がどうなるか、何の問題もなく韓国と合併したような状態になっちゃうんじゃないですかね。要は北朝鮮は今のところその経済制裁を受けていて、でその経済制裁をなんとか外したいと。でそうすると各国と交渉して会話ができるような状態に持ってきたいんですよね、北朝鮮は。でもその核自体を手放す気はありません。なぜなら核を手放したらそのアフガンとかシリアみたいに世界中の国から攻められると北朝鮮は思ってるから。で朝鮮戦争って今休戦中じゃないですか。一応その条約上今でも戦争、朝鮮戦争が続いていて、でそれを休戦っていう状態になってるんですけど、まあ
実質もう戦争してないことはみんな知ってるんですよ。なので、朝鮮戦争が完全に終わりましたっていう終結宣言を出すと、これだけ長く続いた1950年からもう70年くらい続いている朝鮮戦争を終わらせたっていう歴史上に名前が残る総理大臣になれるんですよ。で、北朝鮮としては戦争終わったんだからもう今更アメリカと敵対する必要ないじゃんっていう至極真っ当なことが言えるようになるんですよ。っていうところで割と落としどころとしてはアメリカと北朝鮮って朝鮮戦争終わりましたっていうところだとアメリカと北朝鮮は全然そうしないんですよ。で、ちょっと前に言ったと思うんですけど日本がどうとかっていうのはぶっちゃけ超絶どうでもいいんですよ。だって知ったこっちゃないもん、他人の国なんて。そもそも、日本って鉄鋼の関税かけられてるんですよ、アメリカから。その、韓国もかけられてないような税金を日本はかけられていたりするんですよ。だから、その、本当に仲いいんだったら、関税勝手にかけんなって話で、なので、その、日本のことを意識して、アメリカの利益を失うようなことっていうのは、まずしないんですよ。例えば、北朝鮮が ICBM って言われる長距離ミサイルを破棄するっていう条約を結ぶ可能性はあります。要するに、その、長距離ミサイルを持ってると、長距離ミサイルの上に核を乗せて、アメリカに撃てる可能性があるから、そのハワイだったりアラスカだったりに当たっちゃう可能性があると。なので、長距離ミサイルは捨てます。ただ、短距離と中距離は残しますって言った場合、アメリカ的には OK なんですよ。だってアメリカに当たらない、アメリカにミサイルが当たらない状態にしたっていうのは成果なんですよ、アメリカにとって。で、逆に、その、去年の夏に北朝鮮からミサイルを迎撃するために、日本っていうのは迎撃するパトリオットだったりっていう、迎撃ミサイルシステムをアメリカからめちゃくちゃ買わされたんですよ。で、北朝鮮がミサイルと核を失ったら、日本はそれを買う必要なくなっちゃうじゃないですか。で、アメリカは軍事技術だったり兵器を日本に売りたいんですよ。なので、日本の近くに敵がいた方が、日本は兵器をいっぱい買ってくれるんですよ。なので、アメリカの利益を考えると、日本の敵は日本の近くにいっぱいいた方がいいんですよ。で、アメリカに攻撃できる敵は欲しくないんですよ。アメリカ国民は死にたくないから。でも、その、日本の周りには敵が多い方がアメリカは得なんですよ。じゃあ、日本に飛んでくるミサイルというのをなくすという選択肢を、アメリカと北朝鮮の金正恩がそんな条約を結ぶかっていうと、まあ結ばないわけですよ。っていう結論はすでに出てると思うんですけど、アメリカが悪いってこと？いや、アメリカはだってアメリカ人のための国で、アメリカが最大の利益を得るために動いてるので、日本の利益のためにアメリカ人が損するのを選ぶっていうのはおかしいって考えるのがアメリカ人とアメリカの大統領です。はい。月明理人民が示したらまた国を作って戦争をし出すんでしょうか。かけてもいいです。戦争すると思います。競争というのは必ず起こるのですよ。それは生き物である限り。例えば経済戦争みたいな言い方をすると思うんですけど、じゃあグリコがポッキーを売ってます。ポッキーをもっと売りたい。で、そうするとポッキーの競合製品が潰れればいい。競合の会社が潰れればいい。で、買う人はどんどん高いポッキー買ってほしい。基本的に人間の欲望ってどんどん増えていくものなんですよ。で、そうすると、じゃあ資源が欲しい。月に行きます。火星に行きます。でも、資源が欲しいっていうのは、いろんな資源を使ったらどんどん足りなくなってくるので、そうすると相手を殺して奪った方が良いっていうのが、まあ、西暦2000年を超えて今でも起こってるわけで、基本的に人間っていうのは争い出すと必ず戦争する生き物なので、なくなることはないと思います。人減ってるから土地の戦争あるのかな？おお、例えばイスラエルが何で揉めてるかっていうと、もう人が減ってるからとかじゃなくて、揉めたいから揉めてんだよね。もともとユダヤの人たちがエルサレムから追い出されたとかって、もう紀元前の話なんですよ。2000年前にエルサレムから追い出された人たちがいて、で、戻ってきて建国をして、元の土地に戻ったっていう体なのね。なんだろうな。例えばじゃあさ、今日本に皆さん住んでると思うんですよ。日本に住んでますと。っていう、なんか、日本ってこういう歴史だよねって知ってるように思うんですけど、ちゃんと調べたら、実はそもそも日本っていうのは、中国の人たちが治めてる場所で、中国の人たちがもともと住んでました。でも、日本人に追い出されたせいで、今は日本人が日本に住んでるんですよ。だから、あなたたちは今すぐ出てってくださいって言われたらさ、正当性はあるじゃん。でも正当性あるけど、出てってくださいって言われたらさ、行くとこないじゃん。で、そうすると、もう戦争するしかないじゃん。で、
歴史的にじゃあ中国の人がもともと日本に住んでたのかが正しいのか、じゃあそこに住んでる僕らが居住権を主張するべきなのかとかって、正しいかどうかじゃないんですよ。そこにいたいっていう人と、そこ欲しいっていう人がいた以上、あとはどっちが正しいかっていう正義のぶつかり合いでしかないので、で、多分これっていろんなところで起こる問題で、まあアフリカとかでも起きてるんですけど、なので解決しないと思います。正当性ないだろ。違うんだよ。正当性の問題じゃないんだよ。正当かどうかでも、正義とか正当かどうかで物は決まらないんだよ。それだったらイギリスがなんであんな安穏としてるのとか、アイルランドの一部はなんでイギリスのままなのとか。要は、正しいかどうか、まあ正しいっていうのをどう判断するかも人によるんだけど、で、物は決まらないわけですよ。あのね、チャーチルの映画について文句を書いてるベンガルの人の記事っていうのがハッキントンポストかなんかにあったんだけど、もともとインドってさ、インド人が住んでたんだけど、で、そこでイギリス人が植民地にして結構いろいろひどいことをしたわけですよ。で、そこで多くの人が死んだりしたんだけど、で、それを起こしたのはチャーチルじゃないかってインドの人は言ってるんですけど、でも、それって世界中にはあんまり知られてなくて、チャーチル超いい人じゃんっていう映画が最近出たりとかっていうのがあったりするので、で、ベンガルの人にとってみたら、ヒトラーはインド人殺してないけど、チャーチルめちゃくちゃ殺してるんだから、チャーチルの方が悪いじゃんと思ってるんだけど、でも、世界中の人はそんなことしたことじゃないから、ので、世界の人にとってはチャーチルは正義。で、ヒトラーは悪。でも、インドの人たちにとってみたら、ひょっとしたらチャーチルは悪であると。で、チャーチルを倒せるかもしれなかった、ナチスドイツの方が正しいっていう風になるかもしれないわけ。だから正義っていうのは物の見方の問題だから、その絶対的な正義とかじゃなくて、どちらの視点で見るかっていうだけな気がするんですよ。戦争やテロはなくならないの？なくならないですね。人間の実数は減ったらなくなるのかな？結局人がいる限り競争は止まらないので、競争がある限りテロも戦争も続くんで。でも、例えばその3人しかいないみたいな宇宙船の中でも、多分恋人同士っていうのができると、その男男女みたいになったら、この男を殺してやるみたいになると思うんで、そういう意味では、競争やテロがなくなることはないんじゃないですかね。